今回の動画ではですね、そのネガティブ SWOT に立ち向かう、まあ、SWOT 分析というのをずっと長年やってきますけども、その実際現場で経営者とか幹部とかと一緒にやるときにですね、どうしてもネガティブ後ろ向きなことを言う方がいらっしゃるんですね。そういう時に、コンサルタントのはその相当分析を進める上で推進の仕方が非常に難しくなってくる。だからネガティブ相当に対して我々はこういうネガティブが来たらどのようにこう切り返すかという知識と技術がないと、相当分析自体が非常にこう低迷してしまうというか、効果がないような状態になっていくんですね。でネガティブ相当分析の傾向、まあ、どんなことがあるか。まずですね、ネガティブ SWOT 分析というのはとにかく、否定的な意見や考え、これが蔓延している状態です、ね、でその特にその否定的なものが出てくるのは機械分析と強み分析、脅威分析と弱み分析はその否定の塊ですから、もう喜んでバン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 出してくるわけです。とにかくですね、できない理由、ダメな理由、やっても無駄な理由、もう理路整然と言ってきます。ネガティブ相当の考えを持ちな経営者とか幹部の方は、しかし脅威と弱みを言わせたら怒涛のごとくですね、いかに我が社がダメか、いかにこの業界がダメか、いかに努力しても無駄かってことをもう本当に言ってくる。もうそんな後ろ向きなことをするためにですね、相当分析やるわけじゃないですから、だからそういったものに足を引っ張られなくするためのまあ今日はテクニックなんですよね。でネガティブ SWOT はですね、我々が機械分析で使うニッチ市場の引っ張り出し、このニッチ市場さえも否定していきます。基本的に競合が激しい、まあレッドオーシャンですね、レッドオーシャン市場を回避してブルーオーシャンである戦略をなんとか導き出したいわけです。そして機械分析でいろんなニッチの質問をしたり、どんなニッチの市場があるかを聞き出せますよね。ところがそれはまあ一般の積極戦略の定石なんですけども、そのネガティビスト、まあちょっとネガティビストという言葉を使いますけども、ネガティビストがやるとニッチといったってすでに競合があるし、高圧の自社が狙ったってナンバーにはなれない、それはおっしゃる通りかもしれない。それからニッチ市場っていうのはもともと市場規模小さいから売上に貢献しないじゃないかとか、また仮にニッチを見つけたとしても自社の経営資源の強みが生かせないのは責められない。ニッチさえも全面否定と。ニッチ市場というのはまだまだ使えるからニッチ市場と言ってるんですけどね。さあそこで、まあ、そういうネガティビストが多い相当分析の現場で実際どんな突破口、いわゆる切り返し具体策があるかお話していきましょう。まずはその突破口1、イフ和法ですね。これはネガティビストが蔓延した検討会の場合ですね、我々コンサルタントも中盤ぐらいからですね、諦めモードになることがあるんです。あ、これはダメだな今回はって、で諦めモードになったら出てくるスロットの積極戦略なんかいうのはもう中身がもう浅い、中身スカスカのものになります。意味がなくなってくる。で私が使っているテクニックというのは、まあこんな表現ですね。このニッチやね、ニッチの市場とかヒントの通り難しいことが分かりました、まあ、ネガティビストが反論するから分かりましたと。そこで仮の話ですよ、仮の話ですけど、仮にもしその〇〇をするとしたらどうすればそのニッチやニッチの市場をね攻略できますかね。今の課題はちょっと置いといて結構です。今人がいないとかいうの置いといて結構ですからね、仮にですよ。でこれ私らイフ和法と呼んでます。でできない前提の議論を進めず、仮に万が一やるとしたらそのできない条件がないとしたらどんなですかねっていう議論の突破口、これは仮定和法とか言いますけども、まあ、これは実際、相当検討会でも使うトークですね。それからですね、ネガティブストが多い検討会ではですね、突破口は2番目はね、まあ、メモ書き、ペア議論、全体討議、いわゆるファシリテーション技術を使ってきます。でこのファシリテーション技術は例えば社長とかマンツーマンならばこんな必要ないんですけども、5名とか10名とか複数の人間と研修方式、会議方式でやる場合は必要に大事です。で例えばある議論が止まる、閉塞感が出てきた、ちょっと袋小路に入る議論が、その時にですね、はい皆さん、じゃあちょっとまあ意見がちょっと厳しいので、まず自分なりに一つ変えてください。
そこにある A4 のコピー用紙に書いてください、はい、5分でお願いしますって書かせる、ね、でみんな静かに書く、何かのアイデアを止まってるんだけど、そしたらば5分経ちました、はい、お隣の人と意見を決めてください、で2人で話しながら一つの意見を決めてください、はい5分スタートというふうに、書かれてまいります。そして5分経ったらは、はい、じゃあちょっとペアの代表が発表してください、発表したものをこちら聞きながら、パツがカチャ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 あのフレームに打っていってきます。そうするとね、みんなに聞いてる時には意見が出ないんだけど、一人で書かせてペアで議論させて、そしてその代表者が発表するとまた議論を復活するんです。このファシリテーション技術は非常に強力な武器ですね、ツールですね。私も何回もこの武器に、救われました。これはソート分析以外いろんな会議研修でも使うツールあります。まあぜひこのネガティブソート分析におけるですね、このファシリテーション技術というのはうちのソート分析スキル検定でも詳しく体感してもらってます。まあ、ご興味のある方はぜひですね、検定の方にもご参加いただけるといいと思いますけど、それから突破口3番目はですね、昔の失敗を引き出す。ネガティビストはまあその一つはトラウマもある可能性があるんですね。例えば昔そんなことを、ね、してダメだった、だから今でもそんなことしても無理だよとか、でこれで何十回ね聞いてか分からない、もう本当にネガティブワードの極みですよ、これは正直ね。あえてそこでですね、あえてじゃあ以前の失敗の原因を確認して、前の環境と今の環境違いますよねって、で今の環境はちょっと整理してみるとそれ立派な対策になり得るという前提に我々は立つわけです。我々の方がだから、仮に以前失敗したときは、例えば人材資源、資金、環境、顧客がそのどうだったのかとか、ね、それがもしかしたら今は環境変わってる、ある項目は悪くなってるかもしれないし、ある項目は良くなってるかもしれません。だから昔の失敗はをあえて引っ張り上げて、今だったらこんなやり方できますよね、今だったらこれができますよねってことで積極戦略に組み込む。特に昔挑戦してるから、その対策に対する知見があるわけですよ。だからなんか昔失敗してることはもうダメだったらもう封印するんじゃなくて、あえてそれを引っ張り出す、それでまた議論を再活性化していくということはよく使う方法ですね。まあネガティブソート分析、ネガティビストが蔓延したこの場ではですね、こういうのがあれば、こういうこといろいろ言われるんで、我々もそれに対するですね、3つの具体策をちゃんと持った上でですね、切り返しをしていくということを使ってもらいたいと。これはSWOT以外にも使えますので、ぜひともご参考にしてください。今回は以上です。